大谷武晴のマイロードラジオ。こんばんは、名古屋在住のシンガーソングライター大谷武晴です。さあ今週から仕事が始まって、まだ正月ボケの方も多いのではないでしょうか。新年会のお酒の飲み過ぎには気をつけてください。僕は正月に作ったお餅の食べ過ぎ気をつけます。それでは今週もどうぞお付き合いください。この番組は C キューブ株式会社の提供でお送りします。インターネット工事は C キューブグループにお任せください。無線 LAN が使いたいんだけど、 C キューブグループにお任せください。まさかクラウドサービスはやってないよね。それも C キューブグループにお任せください。情報通信設備のことなら C キューブグループにお任せください。はい、あっという間にですね、今年も一週間以上が経ってしまいまして、本当に早いなと感じますけども、年々一日感じるのは、年のせいなんですかね。ね、もしくは毎日が充実しているのか、どっちなんでございましょうか。皆さん笑ってるだけでございますが。まあ、毎年ですね、年末になると、今年の漢字っていうのが発表されますよね。で、去年の漢字が、和という字だったと思うんですけど、僕はですね、ここで、あえて、年末ではなくて、この年始に、自分の目標の、今年の漢字っていうのをですね、考えてみました。で、その文字を、大発表、イェイ!はい。誰も興味がないみたいな感じでございますけども、僕のですね、今年の目標の漢字一文字は脱脱ぐという字なんですね。はい。で、決して僕は今年皆さんにですね、僕のヌードをお披露目するというわけではもちろんございません。なんか年始から寒いですかね。寒いですか。はい。僕のこの漢字に対する思いなんですけども、脱皮の脱なんですね。で、今年は今までの大谷武晴というですね、殻からこう一皮むけた、新大谷武晴をですね、お見せしたいなと思っています。で、おかげさまでですね、今年もすでにもういろんな楽曲提供のですね、話もいただいておりまして、まあ、大谷武晴の世界観もですね、歌だけではなくて、こう様々な、音楽とか、そして音でね、表現していけたらな、というふうに思っています。で、楽曲提供のお仕事の中でも、この依頼はちょっと僕に務まるのかな、とか、結構難しい依頼とか、大きな、依頼をいただきまして、ちょっと不安な部分もあるんですけども、まあ、やっぱりですね、まあ、挑戦しないとわからない。で、挑戦することによって、こう、新たな自分が見つかると思って、まあ、今年は脱っていうイメージなんですね。で、こう、自分自身で、こう、自分の魅力とか、こう、自分の力を見つけ出すっていうのはね、面白いんじゃないかなっていうふうに、まあ、35になりまして、思うようになってきました。なので今年はですね、まあ、挑戦する環境をこう提供してもらえたらですね、まあ、逃げずにこう自分を信じてやってみようというふうに思っています。なのでもう絶対に今年は脱脱いちゃいます。はい。で、もちろんシンガーソングライターですので、やはり歌が一番です。で、歌の世界観でもですね、もう脱皮しようと思っておりまして、まあ、大谷武晴のイメージってこうポップスでね、こうなんかニコニコしながらこう手拍子ってイメージがあると思うんですけども、まあそんなイメージはもちろんですね、残しつつ、で、いい意味でですね、ちょっと弾けたロックな部分もお聞かせしたいなとね、ちょっと男臭い大谷武晴見せたいんですよね。はい。で、そんな一皮向けたですね、アルバムがいよいよ、今月の22日、もうすぐですね、発売になります。で、その中で、とってもロックなですね、新大谷武晴の部分が、発揮された楽曲がありますので、今日はその曲をですね、お届けしたいなと思います。ぜひ皆さんラジオの前でノリノリになっちゃってください。それでは聴いてください。ニューアルバム、つなぐの中から、大谷武晴で、Go Bam! 無限の彼方へ旅立ちましょう。
ないで気づけば肩で住んでやらちゃうな送りしましたのは大谷武晴で Go Bam 無限の彼方へ旅立ちましょうでした。 C キューブで携帯電話基地局工事を担当する森下武史です。ショッピングセンターや地下街でも使える携帯、自分の仕事を少し誇らしく感じます。どんな場所でも心と心をつなぐ電波環境を作ります。人と技術と感動通信 C キューブグループ。はい、今年はですね、もちろんライブのステージでも脱皮したいなと思っています。いよいよ1月19日日曜日にレコ発ライブが迫ってきています。このライブですね、今回はチェロの方と初めてパフォーマンスをします。今までにない本当親たキャルがお見せできると思いますので、ぜひ見に来てください。そして1月22日発売のね、CD も先行販売しますので、ぜひ皆さんお待ちしています。場所は筑西駅近くにあります、メニコンアネックス瞳ホール。時間は午後1時からなってます。チケットは2000円で、もう残席が本当にあと少しになってますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。詳細は大谷武晴のホームページを見てください。そして番組ではあなたからのメッセージを募集しています。メールは tak@tokairadio.co.jp、 ファックスは 052-961-0077、 はがきは郵便番号 461-8503 東海ラジオ、いずれも大谷武晴のマイロードラジオまでお送りください。ぜひあなたの今年の漢字一文字も何かあったら教えてください。それでは来週も聞いてください。シンガーソングライター大谷武晴でした。バイバーイ。この番組は C キューブ株式会社の提供でお送りしました。